高山市役所の玄関前では、平和のシンボルとして鐘を設置していて、今日は平和宣言が読まれた後、鐘が打ち鳴らされ、参加者らは1分間の黙祷を捧げました。その後、市民が順番に鐘を鳴らし、戦争のない平和な世界を願いました。今みたいな平和がずっと続きますようにって打ちました。この鐘は今月9日の長崎原爆の日と15日の終戦の日にも打ち鳴らされます。